昭和5年、大阪発の地下鉄御堂筋線の工事が始まりました。都心を南北に貫く御堂筋、大工事は日一日と進んでいったのです。やがてここを高速車両が軽快に突っ走る日が訪れるでしょう。梅田淀屋橋付近は特に地質が軟弱なため悩まされたのです。車体を地下に搬入するにあたっては本町付近の随道の天井に入り口を設け、車体をこれから吊り下げて線路上に乗せたのです。晴れ晴れとした人々の表情は地下鉄の誕生を心から祝福しているかのようです。